航空法に関する確論1、無人航空機の登録。2、無人航空機登録制度の概要。すべての無人航空機、重量が100グラム未満の模型航空機は除く。は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空のように供することができない。登録の有効期間は3年である。登録記号を表示し、一部の例外を除き、リモート ID 機能を備えなければならない。3、 登録を受けることができない無人航空機、1製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収、リコールしているような機体や事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの、2表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機、3遠隔操作または自動操縦による、 気候の制御が著しく困難である無人航空機例題機体登録に該当しない無人航空機で正しいものを選びなさい 1150g の自作機による機体 225kg の農薬散布用のドローン 3100g 未満のトイドローン正解3 飛行機に大型機最大離陸重量 25kg 以上の特徴大型機最大離陸重量 25kg 以上は主翼面積が大きくなるためよりペイロード積載可能重量を大きくすることができるガソリンエンジンなど推進動力の選択肢も広がるのでより長距離長時間飛行も可能になる 25kg 未満の飛行機に比べて風の影響も受けにくくなる大型機は未満の飛行機に比べて風の影響も受けにくくなる大型機は 事故発生時の影響が大きいことから、操縦者の運行への習熟度及び安全運行意識が十分に高いことが要求される。大型機は機体の慣性力が大きいことから、増速、減速、上昇効果などに要する時間と距離が長くなるため、障害物回避には特に注意が必要である。緊急着陸地点の選定も小型機より広い範囲が必要となる。一般に小型の機体よりも騒音が大きくなるため、飛行ルート周囲への配慮が必要である。 例題、回転よく航空機、マルチローター、最大離陸重量 25kg 以上の特徴として誤っているものを選びなさい。1、機体の対角寸法や、ローターのサイズや、モーターパワーも大きくなり、飛行時の完成力も増加し、上昇、効果や加減速などに要する時間と距離が長くなる。 2、飛行時機体から発せられる騒音も大きくなり、周囲への影響範囲も広がる。3、機体は大きいが、送信機の基本操作においては特別な技術を要しない。正解3、電波法。1、制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備。 無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある。微弱な無線局や一部の省電力の無線局は除く。本制度の詳細については 総務省電波利用ホームページなどで確認すること、国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下の通り例題、次のうち免許または登録を要しない無線局を選びなさい 1169MHz 帯。22.4GHz 帯。3 5.7GHz 帯正解に電波1電波の特性2マルチパス送信アンテナから放射された電波が山や建物などによる反射屈折などにより複数の経路を通って電波される現象をマルチパスという。 反射接した電波は到達するまでにわずかな遅れを生じ一時的に操縦不能になる要因の一つとなっているマルチパスによって電波が弱くなり一時的に操縦不能になった場合は送信機をできるだけ高い位置に持ちアンテナの向きを変えて操縦の復帰を試みる3フレネルゾーンフレネルゾーンとは無線通信などで電力損失をすることなく電波が到達するために必要とする領域のことをいう 例題マルチパスの説明として誤っているものを選びなさい1送信アンテナから放射された電波が山や建物などによる反射屈折などにより複数の経路を通って電波される現象2電力損失することなく電波が到達するために必要とする領域3反射屈折した電波は到達するまでにわずかな遅れを生じ一時的に操縦不能になる要因の1つとなっている正解2 電波1、1電波の特性1直進反射屈折解説干渉減衰。 電波ののの性質の種類と、特徴は、以下の通りである。電波には障害物などの後ろに回り込む解説という性質、異なる媒質にぶつかると透過、反射あるいは屈折する性質、周波数の近い電波が重なると電波干渉が発生し、お互いを減衰させる性質などがある。2.4GHz の電波は解説しにくく直進性が高いため障害物の影響を受けやすくなる。直進 電波はは進進行方向に障害物がない場合は直進する反射・屈折・電波は2つの異なる媒質間を進行するとき反射や屈折が起こる常に反射の法則入射角と反射角の大きさは等しいが成り立つ解説・電波は周波数が低い波長が長いほどより障害物を回り込むことができるようになる。 干渉電波は2つ以上の波が重なると強めあったり弱めあったりする減衰、電波は進行距離の2乗に反比例する形で電力密度が減少する進行距離が2倍になると電波の電力密度は4分の1になる周波数により特性は異なるものの電波は水中では吸収されて大きく減衰される例題電波の説明として誤っているものを選びなさい1電波は 2つ以上の波が重なると強めあったり弱めあったりする。2使用する電波が極めて微弱な無線局は免許または登録は不要である。32.4GHz の電波は直進性は低いが解説しやすいため障害物の影響を受けやすくなる。正解 3GNSS1GNSSGPS グローバルポシチオニニシステムは、アメリカ国防総省が航空機などの後方支援用として開発したシステムである GPS に加え、ロシアのグロナス、欧州のガリレオ、日本の準天頂衛星 QZSS などを総称して GNSS ・グローバルナビゲーション・サテライト・システム全球即位衛星システムという。 GNSS は最低4個以上の人工衛星からの信号を同時に受信することでその位置を計算することができる。機体に取り付けられた受信機により最低4機以上の人工衛星からの距離を同時に知ることにより機体の位置を特定している。なお安定飛行のためにはより多くの人工衛星から信号を受信することが望ましい。3GNSS を使用した飛行における注意事項。 自動操縦では手動操作よりも高精度な GNSS 即位が必要である。自動操縦のためにあらかじめ地図上で設定した A ポイントは GNSS の即位精度の影響を受けるため精度が悪化した場合は実際の飛行経路の誤差が大きくなる。 GNSS の即位精度に影響を及ぼすものとして、GNSS 衛星の時計の精度、補足している GNSS 衛星の数、障害物などによるマルチパス、受信環境のノイズなどが挙げられる。受信機は周囲の地形や障害物の状況を考慮して設置する必要がある。一般的に1精度は水平方向に比べて高度方向の誤差が大きくなる。例題、GNSS の説明について誤っているものはどれか。1. GNSS は最低4個以上の人工衛星からの信号を同時に受信することでその位置を計算することができる。2GPS はアメリカで開発されたシステムである。3一般的に位置精度は高度方向に比べ水平方向の誤差が大きくなる。正解3送信機3送信機の操縦と機能無人航空機は送信機のスティックを操作して機体の重心を中心とする。 3軸の回転、ピッチ、機種を上下する回転、ロール、機体を左右に傾ける回転、4、機種の左右への旋回、や、ローターの水力の増減といった機体の動きの制御を行う、以下の通りスティック操作による、機体の動きの割り当てはモードにより異なる、また、スティックのニュートラル位置を調整するためのトリムスイッチがある場合もある。1、回転翼航空機の場合、A、スロットル、ローターの推力、揚力の増減。 機体の上昇効果、モード1右側スティックの上下操作モード2左側スティックの上下操作 B エレベーターピッチ方向の操作機体の前後移動モード1左側スティックの上下操作モード2右側スティックの上下操作 c エルロンロール方向の操作機体の左右移動モード1モード2右側スティックの左右操作 D ラダー、両方向の操作機種の左右旋回モード1モード2左側スティックの左右操作例題回転翼航空機における送信機モード1の操作に関して正しいものを選びなさい1ラダーは右側スティックの左右操作で行う2エルロンは左側スティックの左右操作で行う3エレベーターは左側スティックの上下操作で行う正解3